あ、じゃあどちょっと教えてくれる？金銀銅だったらどっちが？いや、お父さんはそんな判断するもんちゃうから。いや、よく頑張ったな。これ金だと。あ、そう？綺麗だね。銀かどうか。あ、自分が銀なのかどうか。土曜日のれんちゃん日本語学校が終了いたしました、はい、コロナの予防接種を子供のできるようになったのでしに来ました、はい、それはここです。ファーマシーでやってくれんやけど結構アポイント待ちましたね。チェックインは携帯でしてくださいってちゃんとしてる。靴ひもちゃんとせえへんから打つ打たないっていうのも結構なんていうかな親によっても違うし意見も分かれるところやと思うけど、まあ、うちは打たないっていうそんなすごい信念もないからとりあえず打っとこうっていう状態かな。はい、チェックインが済みました。あっちでこのエリアで受けることとなります。ここは子供しか受け付けてないし、ファーマシーやねんな。もうどんどん子供が来てますよ。忙しいわ。はい、れんちゃん、一発目終わりました。やったー、やっとです。どうやった、痛かった？ちょっとチクッとしたけど。ちょっとチクッとした。私今左手 動かしたくないって感じ。しびれてる？少し。もう動かしたくないって感じか。痛い？動かせたくなって痛い。はい、待機中です。もうあと5分でアポの時間だよね。Can I go in with her? I think, yeah, I think it's okay. What? You should go out there. デザート食べてます。デザートというかちょっと多めのデザート、今日頑張ったから。いかがですか？痛かった、泣いてた。すごい泣いた。インフルエンザの時と変わらないでしょ、その痛みが。変わらない。もっと痛かった。よかったんだよ。なんで？針が長いから。あのアドベントカレンダーのチョコレートも入れときましたんで、頑張ったから。テラにはないよ。あんたたちだけだよ、チョコレートは。And you got suckers. キャンディーって言えへんな。サッカースって言うねんな。何ロリポップって言えへんの。Swirly like this. That's a lollipop. The big, big swirly looking one. That's a lollipop, and then everything else is a sucker. 日本はそこまでの違いのことがあれへんような気する。あ、お父さん、これもあったわ。これもどう？ああ、いらんわ。お前は食う？食べへんって。食べないでしょ。もう俺もいらんよ。雪まとってる。は？うーわ。あんたは食べるか？もう色変わってしまって。ペンペンもいますよ。You want the penguin, Hailey? Or Ren?腕痛い人。It feels so. It kind of feels better, but still sore. 子供用でも同じ量を入れてんねんな、レンちゃんとハリちゃんで。ハリちゃんの方は全然小さいから、ハリちゃんのリアクションは来るんちゃうかなと思うけど、どうやろうな。でもあの先生言うてたやろ。しんどくても24時間は解熱剤は。あんまりおすすめはしないよって24時間待ちなさいって言ってたで。明日学校？明日学校じゃない。休みの日に合わせてんの。ぶっ倒れたらあかんから、明日日曜日やから今日土曜日のこのれんちゃんが日本語学校終わった直後にうちに行ったの。あ、明日は楽しいですよ。クリスマスの飾りを全部片付けますから。嫌だ、うん、家の中でできるアクティビティを。And you have to move around a lot. そんなことないよ。そう、手伸ばして直すだけやから。Are you sure you want me to do that with my left hand, Mom? 言われた。Like just a teeny, teeny
some of caramel and this sort of chocolate. Okay. おいしい？おいしい？おいしいよね。てら。うわ、甘っ。やめときや。ビターチョコしか食べさせてないから、急にミルクチョコ食べるとすごく甘く感じる。甘いな。おい、あんたにあげんないよ。ハリちゃんはもう自分のものだけでいいわ。俺もそんなに好きじゃない。ゴディバゴディバみんな言ってるけど、あれはちょっとミルクチョコ。知らない。多分お母さんと結婚する前はそれもう大歓迎だったと思うんだけど、日本に行ってからやろ。ちゃうんかいな。あー、チョコレート食べたいもんね。もう食べた。お熱出るかもしれへんけど、まあそれはもう治るから、ね、痛いよ。ゆっくり休んで。バンデードにかけてもらいましょう。ゆっくり休んで。あ、なんか可愛いバンドエイドじゃないんや。ありゃキャラクターじゃなかった。ずるい。してんのにな。タッチしてこれ。タッチ。痛いやろ。痛いよ。タッチして言う。あああああああ。ゆくえた先生はすごいやっぱ子供に優しい。優しかったよね。大丈夫ってずっと言ってたよ。もう私やったら、はよ、もう出ていけ、はよって思う。She asked Hallie to say some things in Japanese and Hallie was not interested. What? Oh yeah, she asked her what her date of birth was. Oh. And she was like, I don't know. And I was like, what? So I said, can you say it in Japanese? And then she was like... もう甘すぎてビターのチョコレート食べたくなってきた。カン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 。あー、まあ、あの1回目のショットは、まあ、比較的インフルエンザの中予防接種とあまり変わらずよね。はい、はい、あ、4週間後に2回目の予防接種があります。うわっ、うわっ、分かった。お寿司食べれるよ。行ってみようね。テラが寝てるのでお母さんはここで待機します。ハリちゃん、ハリちゃんが先？後？どっちがいい？最初。あ、最初？分かった。よいしょ、はい、お疲れ様でした。痛かったですか？むちゃくちゃ怒りました。むっちゃ泣いたって聞いたやけど、暴れん坊になってたって聞いた。泣いたっていうよりな、すっごい思いっきり声出した。日本のマーケットに来ました。あー、いい、米の匂いがする。すごい量あるから。頑張ったから、お寿司にしましょう。お母さん、カルピコ買って2つ。 OK。まあ、いろいろ買って帰ります。一緒にガリちょうだい。あんた欲しくない。どうぞ。めっちゃんはガリが好き。ハリちゃんはガリが、うんうん、いただきます。わさび取ってくれない誰か。わさび、お父さん頑張って取ってあげて。わさび。お母さん、じゃあ貸して醤油使える前にせなあかんのっちゃう。マグロがなんかちょっとレポートしてくれてんな、レンチャイズは。ふわふわって感じ。
あ、そう。あのマグロはいつも。私はイカはなんかシャキシャキしてて。とりあえず私のショットリプレイをやりたいと思います。ご覧ください。撮ってない。撮ってないんだよ。Okay, that was a good thing because I didn't want anyone to see it. このイカは辛いマグロね。ちょっとなんかマッケンチーズみたいにとろっとしててなんかサーモンの高巻きは普通の高巻きみたいなんだ。それではあれですよ、あなたたち第2回目のショットはどうでしたか？痛かったか？痛かったよ、こってるか？卵の感想言います。卵みたいなんだけど、なんか海苔も一緒にあってる。どうぞ、うなぎの感想言ってくれませんか？うなぎはうまいよ。ちょっとあれかな、乾いてるかな。もう二度とバッチリショットになってもいい。お話戻ります。全体とは言わんけど、まあもうお話戻りますが、エビ、ねえちゃん、エビの感想は後から聞けよ。何の話してたっけ？エビ。言ってたよ、 CBS 中は。 I was very mad。 いや、大泣きしてて、ほら、逃げようとして、戻って、逃げようとして、で、戻ったら、じゃあ、分かった、分かった、自分で撃つっていう発言もしたよ。誰が言った、それねえ。CBS では先生にしか撃てもらえないよって言ったら、じゃあ、お父さんに撃って。頑張ってない、二人とも。テレ君は全然頑張ってない。寝てた。寝るのを頑張りました。ケーキまた出よう。さあ、ケーキ食べますよ。このさ、チョコレートケーキ大きくていいよね。ティラミスと全然大きさちゃうで。じゃあこれチョコレート届いてる。美味しそうね。お茶、あ、牛乳いる人。イエーイ。自分は売っても子供にはさせないって親も結構これから、じゃあアメリカでも出てきてるから、アメリカの成人でバクシネーション終わってる人はだいたい 60% ぐらいと言われてるから、子供が終わってるパーセンテージは。バクシネーションとは次アニマル。ちょっとそれわかんないね。アニマルもあるかな。まあ、とりあえず今人様がやってるわけよ。それが子供は 30% って言われてるから、あなたたちはそのマイノリティの 30% に入ってるだけのことやから。足らないでさっと、一瞬にしてなくなったから。ハリちゃんの今から私一口目食べるのに、すいませんね。もっと欲しい。ごめんなさいね。I'm not sorry for you. I want some。 でハリちゃん一口あげるわ。チョコ、ミルクチョコレートみたいな甘さじゃないし、そのダークチョコレートみたいな味はしてないの。もうどっちもしてないけど、真ん中って感じ、美味しい。チョコの味だ。ダークミルクチョコレートということですね。あなた正直さ、私たち今風邪気味なわけ。私も声がうっすらおかしいけどさ、でも軽くで済んでるから、これは一体何なのか、検査キットも最近出回ってないか、わけわからんねんな、今。うわ、ちょっと。うわ、何しとんねん。打つ人も、打たない人も、よく考えた答えなら、どっちも合ってると思うし、親として子供に打たさないっていう答えも、間違ってないと思うし、売ってほしいと思う親も間違ってないと思う。そういうこと、ね、打たさない親もいっぱいいる。それもそれだ。お母さんそれ全部食べた、うん、あんたの残したやつをハリちゃんに食べさせてあかんと思って、私必死やったやん今。おいしまい、おいしまい。
マミノも食べてみる。はい、どうぞ。おいしいよ、マミノ。どう？おいしい？好き？好きね。すごい、ヒゲが。well, we got some symptoms even before we got the shot. You know. Hallie had a horrible stomach ache 30 minutes before getting the shot. Ohayou gozaimasu. Dou desu ka? Taichou no hou wa? Uda chotto itai. Mechakcha itai yo. De, Nihon no pan yasan de nani kaimashita ka?チョココロネ。この二人はいろんなもん食べたけど、チョココロネが一番好き。熱はなさそうな。副反応少ないよね、子供って。なんかそんな評判も聞いたわ、そういえば。You don't feel body aches like all over, like chills. 元気そうやな、すごい。Taste your the chocolate and the chocolate cornets. It's definitely even got to the chocolate yet, so I don't know. Right. I can smell the chocolate. That's you guys, good. You guys don't have headaches. 症状出るなら出てるよね。ちゃう？私らはそうやったな。もうしんどかったよ。No. あんた午後に打ってたよ7時。今回。さあどうしよう。ああ、そうだったな。そうだね。ね。次の朝もしんどかったやろ。副班長なってたな。副班長って何やねん。AB やろ。子供の副反応は少ないってことですね。うちの子に限っては。じゃあもうここで締めてください。このエピソードが気に入ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。また遊ぼうね、バイバイ。ハリリンどう？頭痛かったな、ちょっと。ちょっと仮眠したんだ。どう？頭は？痛くない？ちょっとだけやった？ハリー、お尻が今トイレトレーニングしてましてマッパでおることが多くてそう、熱はないの？あ、でもちょっとし大丈夫なんじゃない？結局でいつもより早く夜は寝かせて、今日月曜日、二人とも学校に行けそうですよ。大丈夫？マスク足に引っ掛けてた、この人。